はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、恋愛についてちょっとトピックを出していこうかと思うんですけども、まあどんな方もね、彼女でいたり彼氏でいたりお付き合いするときは一生添い遂げるつもりでおそらくねお付き合い始めると思うんですよ。でもね、なぜかタイミングが合わなくって、いや、いろんな関係で別れてしまうってことがあります。その時に、まあ、女性がね、別れなきゃよかったかなっていうふうに後悔する瞬間があるそうなんですけども、それを今回ね5つにまとめてちょっとサイトの方で確認して進めていこうかと思います。私もねかなり興味がありますね、これはね。では画面切り替えます。はい、実は後悔してます。女子が元彼と別れて後悔している5つの理由ということで記事が出てますね。よく男性の恋愛は名前をつけて保存、女性の恋愛は上書き保存と一般にささやかれています。男性は元カノのことを覚えているけど、女性は元彼のことは次に誰かと付き合えばどうでもいいよくなってしまう。大体そういった意味だと思うんですけども、本当にそうなんでしょうかということでね、ここに切り込んでくれたんですよ。本当に女性ってのはお付き合いした男性のことをそんなにすぐ忘れてしまうものなのかなと。新しい彼氏がね、前の彼氏以上だったらもしかしたらそういうことはあるかもしれませんけども、新しく付き合ったで彼氏がね、ちょっとあれおかしいな、前の方が良かったかなって思う瞬間もあるのかもしれません。ちょっと記事の方戻りますね。別れたことを後悔している元彼はいますかという質問に、3割以上の方がいるんですというふうに答えてますね。まあでも大半はいないということで、すぐにね、気持ちを切り替えて、もしくは振り切ってもっと素敵な男性を見つけているのかなと思います。以前の恋愛で学んでもっと進化した自分になっているってことなのかもしれませんね。で、元彼が別れて女子が後悔している5つの理由というところに、行ってみますけども、1つ目、思い出深い期間付き合っていたから。確かに10代の頃とかね、それから就職を迎える20代の頃にお付き合いしたことがあれば、いろんなことをね、人生について相談もしたでしょうし、そのたんびに将来の自分の家庭とその彼氏の家庭が目に浮かんだりとかすると思うんですよ。もしかしたらね、2人の間でできた子供はどんな名前しようかなってことも思ったかもしれません。まあそういったことをね思い出すと、いや別れて失敗だったかなと思っちゃうこともあるかもしれませんね。で、2つ目です。相手にちゃんと歩み寄れなかったから。なかなかね、本音を語れなかったとか、真面目に、こうね、厳しい話もできなかったとかね、どうしても楽しいことばかりに目がいってしまうんですけども、本当に2人で一生添い遂げようと思ったら、苦しい時とかね、悲しいとことかも、そういうのも共有していかないといけないのかなというところですね。ここに書いてますけども、自分の気持ちをちゃんとさらけ出して、それでもダメだったなら後悔はないけどということなんで、いまいち本気で向き合えなかったからちょっと後悔してるのかもしれませんね。本気でぶつかっていけば解決できたかもしれないと、絆ができたかもしれないっていうふうな、まあそういうふうな振り返りだったかもしれません。もしかしたらこれはね、新しく付き合った彼氏とはそれができたから、あ、こういうことを前の時にやってなかったなと、申し訳ない気持ちとともに思い出すのかもしれません。ただそれはね、男女ともお互い様です。次、別れ方が良くなかったから。こういうのありますね。ちょっと会わない期間が続いて、なんとなく別れてしまったと。あとは本当にちっちゃいこじれ喧嘩が元で修復が効かなくなってしまったと。今思えばあんなことはどうでもいいことだったと。もうちょっと正直に素直になっておけばよかったなってことなのかもしれませんね。次はね、何らかのスペックが高い人だったからということで、これね、別れた彼氏が自分の友達と付き合いだしたとかね、ものすごく玉の輿になったとかね、そういう時にああしまったと思うところがあるかもしれません。これはまあ人間の差がなんで、その人が意地汚いとかそういうことではないと思いますよね。で、最後なんですけども、私のわがままで崩れてしまったからってありますよね。確かにね、ああ考えてみたら自分が幼かった、自分がバカだったなっていうことが、これあるかもしれません。これもだから、男性も女性もお互い様ではあると思うんですよ。まあこうやって見てみるとね、いろんなことを女性も考えてるんだなと思いまして、私もね、今こうやって記事を読みながら自分の、大したことがない恋愛遍歴ですけども振り返って、いやーなんかバカなことだったなとか、勘違いしてたなとかね、自分勝手だったなと思うこと結構ありますね。まあそういうのも込みで、今はね、一緒にいてくれる人に強い愛情を向けていけるんじゃないかなっていうところですね。では本日は以上です。はい、速稼塾の久保です。まあ男女関係お付き合いをするときに、男性側からですね思うことは、余裕を装っているようでも女の人にね見抜かれてるんじゃないかなってことが結構あるんですよ。その一つ、今回のテーマはこれです。はい、画面切り替えます。
女子がこの人モテないんだろうなと思うデートのがっかり店選び5パターン、5つのパターンですね。これちょっとね気をつけないといけないから、私今からでもね反省して奥さんをデートに誘うときに、ちょっとこれはね心に留めておこうかと思います。記事に戻ります。女子がこの人モテないんだろうなと思うデートのがっかり店選び5パターン、どうなんだろう。続きいきましょうかね。一つね、ものすごく歩かされるっていうのがあるみたいですよ。そのお店が、駅から遠かったりとかね、入り組んだところにあったりとか、階段のなんか上で4階とかでエレベーターないとかね、そういうのは困っちゃうんじゃないかなと思います。まあ私の場合は常にマイカーでやってきましたんで、あんまり女の人を歩かした覚えがないかなということなんで、私と付き合うとね結構太るみたいです。次いきますね。はい、いきなりチェーン店ってのがありますよね。いきなりチェーン店ね、いきなりステーキでもないですけども、やっぱりね自分の大切にしていた雰囲気のいい店を普段から持っているのか、そういうところをこういう時にね、紹介してくれるのかってところが男性に対する評価のポイントだと思います。私はね、チェーン店ではないんですけども結構ね、ホテルの、高層階にあるいい感じのところとか、あとはね、割烹みたいなところですかね、ああいうのに行くことが多いですね。一番最初のデート、そうですね、広島にいる時は、岩国の山賊が多かったかなと思いますね。はい、次です。明らかな地雷っぽい店、これは何だろう、地雷っぽい店ね、ちょっと変わったユニークな店ってことですかね。ここにはあんまり触れないでおきましょう。私も結構地雷っぽい店選んでるかもしれません。次ね、安さしか売りがない店、これはちょっといけないですね。やっぱね男性としてはこんなに払えるんだぜっていうふうな見栄を張りたいところもあるんで、そこは見栄を張った方がいいと思いますし、女性の方もねどのぐらいの自分に値段をつけてくれるのかなってことで、少なからず興味津々だと思いますから、もうやっぱりね最初のデートはケチらずに大盤振る舞いした方がいいと思います。2度目3度目と繰り返す中で、あまりにもねいつもいつも豪華なデートだと、それはね女性の方がねこの浪費癖について結構ね引いてしまうんではないかなと思いますから、節約するところは節約するところを見せる、そして自分はね外食に対してどういう風な考えを持っているのかってことも、それとなくね嫌味にならない程度に共有しておくのも必要かなと思うんですね。はい、次です。メニューに値段がない店ではいかん、これ要するに高級店ってことですよね。だからね一食ねだいたい5000円から1万円これ一人分ですよだと思いながらデートのプランとかね予算を立てた方がいいと思うんですよ。これはね一概に言えないんですけども、私の場合は1回のデートは5万円ぐらい使おうかなと思って用意して3万円以上残るっていうパターンですね。そうすると結構ね、精神的に余裕ができるんですよね。もちろん現金で払うことはなくて全てカード決済なんで現金払うことはないんですけどもね、でも大体1回のデートで5万円ぐらいっていうふうに考えておいて、そんなに大きくぶれないかなと思います。ちなみにこの5万円の中には車の経費もかかってますしね、駐車場代だったりガソリン代だったり、車の、普段の維持費だったりっても入ってますんで、会うたんびに5万円ってことではないです。正味ね現金っていうかねキャッシュで使うのってクレジットカード決済も込みですけども、大体ね1万5000円から2万円ぐらいかなと思いながら、実は1万円前後だったみたいな感じですかね。結局ね好きな人と過ごす時ってそんなにねいつもいつもお金を使うようにはならないんですよ。というのが回数多く会いたいんですよね、お互いに。そうなると質素になっていくんですよ。最初はねドーンと豪華なの行ったり、たまに記念日にボーンと行ったりするんですけども、普段頻繁に会う時って案外ね、なんか地味なんですよね。だからそれだからこそお互いの姿が見えるんじゃないかなと思いますけどね。ということで今回は以上ですけど、皆さんどういう風にお感じになったでしょうか。またねこのシリーズやっていきたいと思いますんでお付き合いください。それでは、はい、速稼塾の久保です。今回はですね、既婚男性100人に聞く結婚したくない女性の特徴ということになっています。結婚したくない女子の正体ってのは一体何なんでしょうか。それでは早速ね記事の方に移っていきましょう。はい、ここにね With Online というのがありますけども、100人の既婚男子から聞いておりますということです。まずね、結婚したくないのは一緒にいて疲れる女子と書いてます。これは本当にそうですよね。例えば細かいところまでね追求してきたりとか、いちいちどこにいるのどこにいるのっていうふうにねメールが来たりとかね LINE が飛んできたりすると監視されてるみたいで本当にきついんですよ。
で、ある程度ね、手綱は緩めておかないと、逆に男性はね、去っていくんだと思いますし、それを口実にね、別れる理由とされてしまうんですよ。まあ、ですんで、ある程度手綱を緩めるということで、まあ、他のね、女の子とデートしたりとか、浮気をしてることまで許せってわけじゃないんですよ。やっぱそのぐらいは、信頼してあげて、信頼してるから、あまりね、追求しないんだよとかね、そういうところを見せてあげると、まあ、いわゆるね、ちょっと言い方悪いんですけども、都合のいい部分は都合のいい女になっていくってことが、まあ、上手にいける秘訣なんではないかなと思います。まあ、男性ってのは本来ね、自分一人で生きてるって思ってますから、だからその自分の世界に女性や家庭が入ってくるっていう感じなんでしょうね。で、女性はやっぱり自分の人生っていうのは、例えば彼氏なら彼氏込みで、セットで考えていくっていうところがあるみたいです。まあ、私、わかりませんけどね、その辺は。本当にそうなんですかね。じゃあちょっと続きをいきますね。次はね、人の意見に流されやすいチャラい女子とは将来を描けない。これね、その場その場の楽しみっていうかね、本当使い捨て女と言ったらね、すごく申し訳ない言い方なんですけども、本当にね、これノリが良すぎてチャラいだけって見られると、そういう風にね、使われちゃったりとか、別れてもこいつすぐに別のやつ見つけるから、あんまり心が痛まないなと思っちゃうんですよ。そうなんですよ。男性ってね、俺が面倒見てやらないとこの女、もうどこのね、馬の骨に引っかかるか分かんないから、もう手放さないぜ、みたいなね。こんなね、妙な包容力っていうのがあるんですよ。で、そこにね、女子はうまいことを取り入っていくと、男性のハートをゲットできるんじゃないかなと。あなたがいないとダメなのって、あれですよね。はい。まさにそういうのに、男性は弱いと思います。はい、次。これが結婚したくない女子の正体だということで、結論になっていますけども、何点かね、記事を読んでいきます。一緒にいると楽しいけど少し子供っぽい。好奇心旺盛だけど飽き性な女子とは結婚生活が長続きはしなさそうということでございます。なるほどね。33歳の男性で29歳で結婚した方ですか。で、次、よく言えば箱入り娘、悪く言えば世間知らず。牛丼屋に行ったことがないというお姫様には近づきがたいと。その他様々ありますけどもね、詳しくは記事を読んでいただきたいんですけども、まあそうですね、私の場合はいつも年齢差がある恋愛でしたんで、確かにね、女の子に子供っぽさっていうか大人になりきれてないさってのはよく感じるんですよ。ただね、私たちはね、年齢が10歳以上離れてるから、すぐにあなたのような考え方にはなれないし、あなたのように割り切ることもできないと。だからその辺を差し引いてね、私はもうあなたの妹とか、娘とか、そういうところではないんだけども、だいぶ離れてるってことをちょっとね、考えてくださいねということをね、言われることは何回かありましたね。確かにそうなんですよね。だって10歳離れていると、そう、妹とも言えない距離感ですしね。だからといって娘ほど離れてないなって感じなんですよ。まあ今はね、17歳離れてますんで、まあ本当におおよそ自分の娘ぐらいの年齢と言ってもね、そんなにおかしくないような感じのその関係ですね。まあなんか記事とは関係ないんですけども、やっぱりね、17ぐらい離れると会うたんびにやっぱり恋をしますね。なんかいつも新鮮だなと思っております。ということで、勝手なことを最後に申し上げましたけども、こんな女と結婚したらやばいぞみたいな警告が今回入っていたと思いますんで、男性諸君もね、女性諸君も、女性に諸君っていうのはおかしいですね、女性の皆さんも、動画概要欄から記事の元ネタちょっとご覧ください。参考になると思いますよ。では失礼します。